こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、鴨肉のね、ローストをいただきました。鴨南蛮を10人前食べたいと思います。本当はね、10袋あったんですけど、ちょっともう7袋は食べちゃいましたね。美味しかったです。3袋だけ頑張って残して動画にしようとはい、10袋もらったけど3袋になっちゃいました。ごめんなさい。じゃん、できました。めっちゃ美味しそう。お肉に油乗っとってめっちゃ美味しそうなんですよ。いや、重たい。今日はね、重さを測ってみたいと思います。 5.4 キロって出てるので、器の重さを乗せて 4.5 キロです。これからね、年越しそばの時期にもなりますのでね、年越しそばの時期っていうか32日年越しそばなんでね近いので、みんなも食べてみたらいいと思います。いただきます。鴨のお肉がね、めっちゃ脂のっとって美味しそうなんです。鴨の香りとかもちゃんと残っとって、味もね、すごいしっかり塩味がついてて、めっちゃ美味しいです。でもそばもね、鴨のお肉の味が染み込んどって美味しい。そばってたまに食べるといいですよね。脂がすごい乗ってます。ね、トッピングがね、いっぱい乗っとうとね、テンション上がりますね。スープもね、鴨肉の出汁が効いとって美味しいです。最後の鴨ローストいただきます。ごちそうさまです。鴨のお肉に脂がのっとってとっても美味しかったです。お蕎麦もね、いいですね。おつゆも甘辛くて美味しかったです。鴨のお肉よく合ってましたね。これからももうすぐね、お正月も、お正月じゃないわ、年越しも31日も来るんでね、年越しそばとかにいいんじゃないでしょうか。はい、で本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバイ。